はい、皆さんこんにちは。今日はですね、一人すき焼きをやって食べていきたいと思っております。超ハイテンションですけど、ごめんなさい。こんな感じで作りました。はい、皆さんこんにちは。なんだくれ姫りんごです。今日はですね、うちのね、お父ちゃんが夕飯がね、いらないということなので、早速昼飲みをね、開始したいと思います。はい、来ていただきました。はい、ではではね、ちょっとね、早速ね、もう見えてきたかなって思うんですけど、その前にね、何この嬉しそうな顔ね。すいませんね、まずはね、乾杯したいと思います。やばいな、凍ってるよ。それでは、それでは、氷くっついちゃった。はい、皆さん、今日も一日お疲れ様です。一緒に飲みましょう。乾杯。ああ、うまい、うまい。で、ね、今日はですね、いつも買わないこのね、前この間ちょっと缶チューハイの飲み比べをしたんですけれども、今日はハイボール、あのね、なんで迷ってね、3缶しか買えなかったですわ。はい、ちょっと私が飲めそうなものね、いつもねこれなんですよ、ブラックニッカで、あのもちろんね、もう炭酸でレモンしか飲まないので、どうなるかわかんないですけど、まあ一応このジンジャーエールハイボールですね。はい、これと期間限定ですね、これね。期間限定ですね。ウィルキンソンさんのですね、お世話になってる、はい、これと、これもなんかね、私ね、飲んだ記憶あるんだけど、まあ、これも限定品で男梅ハイボールね、7% アルコール出てましたので、これちょっと飲める気がするんですけどね。こっちがね 9% で、これがね、これ日課ウイスキーなんですよ。だから買ったんですけど、淡麗辛口ハイボール炭酸強めね、これ7%。さあ、私はねいつもこちらにお世話になってるんですけれどもね、ブラック日課さん、さあどうでしょうね。 37% をね、炭酸といつもレモンで割ってる女、果たして飲めるのかどうか、はい、試してみたいと思います。まず缶を買わないのでね、まあ買わない理由は缶が出てしまうのも一つあるんですけど、やっぱ間違って飲むとなんかもったいないじゃないですか。うん、だからあんまり買わないですけど、まあいろいろね、挑戦も大事かなと思って、今日この3つ飲み比べしながらすき焼きをね、もちろん豚肉ですよ、一人すき焼きなんでね、お父さんいない時にね、その牛肉なんてね買えないので、安い豚こまを使って、はい、あと春菊と白菜と、あと魚のすり身、まあ半額で売ってたんでね、あとお豆腐もね、これも安いやつで、はい、ちょっとなんかね、すき焼きなのかなんかもう分かんないですけど、えのきとかね、あとね、ネギ、いただいたネギと、あとこれかぶとね、きゅうりの漬物をこの卵につけてすき焼きをね食べていきたいと思います。先にちょっとお腹ね、入れないといけないので、あ、卵混ぜようかな。このね、昼間から今日は、はい、では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 、お豆腐、私の大好きな椎茸、あとねちょっとお肉、春菊、もう煮崩れちゃってね、あとえのきさん、はい、こんな感じで食べていきます。それでは、それでは、いただきまーす。
あの市販のねすき焼きの素でやりました。めんどくさいので、このねちょっとしょっぱめのタレと卵がまたいいんですよね。生卵ね3つぐらいいける。締めにはうどんの予定です。春菊もうめえ、最高。ああ、私服だ。でもね、弁当は作んなきゃいけないんですわ。簡単なものをね、ちょっと。このすき焼きをお弁当に入れることはできないのでね、残念ながらね。はい、じゃあいきます。じゃあこの期間限定ウィルキンソンさんジンジャーエールハイボール、ちょっと初めて飲みますけど、ウィルキンソンさんだったら間違いないって勝手に思ってね買ってきたんですけど、いかがなものでしょう。あ、ちょっとね、やっぱジンジャーエールだからちょっと黄色かかってますね。ではでは乾杯。あ、美味しいけどちょっと甘いかな、私にしては。うん、やっぱそうかジンジャーハイボールだから甘いんだ。そうだ、うん、でもあのめちゃめちゃジンジャーエール入ってるわけじゃないから美味しいですね。うん、あー、うまい。はい、そしたらちょっと一回火止めて、さあちょっと待ってくださいね。私ね、そう、あのちょっと待ってください。このすり身ね、この100円のすり身ね、白身魚のね、半額でゲットしたやつ、半額最高。なんかね、得した気分になる。思いません、ね、半額嬉しいですよね。夕方とかに買い物行けないから飲んじゃうんで損してる感じ。はい、じゃあ次行きます。男梅どうですか、これ。わかんないですけど、皆さん好きなのかな。じゃあちょっとグラス変えます。はい、ウィルキンソンじゃない。はい、あ、ちょっと赤みかかってる感じかな。ちょっとごめんなさい、暗くてわかんないですかね。うん、赤みかかってる感じする。はい、では男梅入ります。あー、美味しい。あ、飲みやすいこれ。あ、梅干し美味しい。男梅美味しい。うん、やっぱあのサワーはね、独特の結構あの甘さとかあるけど、あ、飲める、これだったら。チョイスが間違ってなかった。はい、酔っ払っちゃうから食べますよ。はい、じゃあすり身いきます。うわー、美味しい。ふわふわ
だ。卵がね、ね。はい。したら、これがね、日課ウイスキー。瀬戸内産レモンエキス入りですね。7%。炭酸が強め。淡麗辛口ハイボール。いきます。いやー、酔っ払えるからこれで 7% でしょ。はい、じゃあやっぱみんな同じ、あのさっきのこのウィルキンソンさんのやつ、ジンジャーエールと同じような色してますね。はい、いただきます。あ、これタイプ全く甘くない、ちょうどいい。やっぱ私ダメなんだな。あ、でもね、あのこうだね、順位をつけてたら1位2位3位がないの。1位2位、同じぐらいこっちは美味しかった。はい、でもどっちかっていうとちょっとこうかな。はい、やっぱダメだ、1位2位3位。でもこの2つも美味しいけど、あれやっぱこれだな、やっぱ日課だな。あ、美味しい。でも 7% でしょ、濃いめに作れないからね、やっぱり買ってしまうと。私の場合だったらきっとこれを一缶で何本飲んでしまうんだろうっていうね、話、あの果たして何本飲んだら酔えるだろうっていうのもやってみたいですけどね、今後ね。だいたいこれだったら1日でもう本当ひどい時は1本飲んじゃうんですよ。で、あの我慢しても半分ぐらいかな、これ1日で。当たり前のように1日で半分飲んで、あー、いい気分になるんですけど、これを、一体何本飲めば、これをね1本飲んだのと同じぐらい酔えるかを今度やってみたいですけどね。缶増えちゃうんでね、本当に。あ、美味しいね。皆さんもね、お好きなね、あのハイボールとか、あのサワーとかあると思いますけど、あの私はほら甘いのが苦手でサワーを買わないので、ハイボールだったらいいですね、なんかいろいろ。あのあんまり甘いと食事が進まなくなっちゃうので、それで甘いの飲めないんですよ。まあ、もともと甘いの苦手なんですけど。おいしい。なおかつ私は変なのでケーキとかあんま苦手な割にはティラミスだけは食べられるってね。好んで買わないんですけど、食べられないことはないんですけど、ティラミスは大好きなんですよ。変でしょ、本当に。待って、私これ作ってる間にもう飲んでるんで、実はこれビール2缶目なんですけど、もうね、もう作りながら飲んじゃったんですよ。もうなんかあっちもこっちも、どれだ、これはね、男梅ね。あ、男梅も美味しいな、本当に。あ、ジンジャーハイボールもあ、ね、あ、でも甘みが、あ、わかんない、もうなんか下麻痺してきたけど、でもチョイスにして3本間違ってなかったから今日優勝。何の優勝。いや、ほんとヒヤヒヤしたから良かったです。これね、あの残した、うちのほらお父ちゃんトラックの運転手なんで、あの残せないから今日3本にしました。で、5本とか買っちゃってね、あの私、ま、あの失敗しても飲まなきゃいけなくなっちゃうんで、3本で、あ、もうなんか大成功で、もうあの飲ませていただきますね。男梅美味しいわ、これ。限定もの弱いから美味しく感じるのかな。そういうことかな。はい。それでは、本当長々とご視聴ありがとうございました。今日もね、本当くだらないことばっかりやってますけど、今日は、なんだろう、夕飯も作んなくていいけど、でもお弁当は作るんですけど、まあね、一人で、昼飲み、あっちな、あの、ね、すき焼き、&飲み比べをやらせていただきました。
すげー楽しそう、私一人で。はい、もしねこの動画気に入っていただけた方は、コメント、グッドボタン、チャンネル登録していただいたら喜びます。はい、これからも飲みますよ。皆さんどうもありがとうございました。飲んだくれです。失礼いたします。